はい、こんにちは、ひとです。今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。ダイソーさんで待ちに待ってたアイテムですね。アイテムがついに発売になりました。これですね、ダイソーのメスティンにスタッキングできるポケットストーブですね。これがついに販売されました。はい、横はこんな感じです。で、それで後ろ。はい。じゃん、コードはこっちになります。注意書きが書かれております。はい、じゃあね、これ開封したいと思います。こんな感じですね。中には説明書ですね。説明書が入っておりました。はい、後ろはこんな感じ。はい。という感じですね。前から販売されてるポケットストーブと形状は同じものです。でですね、じゃあね、こちら、実際にスタッキングできるか確認したいと思います。じゃあね、いろいろスタッキングしてあります。じゃあね、してみます。スタッキングしてみます。はい、こんな感じで待望のスタッキングできます。でですね、多分自分が気になったのが、どうかな。これね、網ですね。網とは、この高さですね。高さがぴったりで、この中に収納することは、ちょっとできなかったですね。ここに収納できると本当は良かったんですけどね、これ網なんね。これ。気になってたことをちょっと試したいと思います。ね。これですね。せっかくここにスペースありますよね。このスペースがあるもんで、この中、やはりスタッキングしたいと思うんですけど、自分が入れたいのはもちろんあれですね。こちらアルミ缶の簡単アルコールストーブですね。アルミ缶の簡単アルコールストーブ、もうこれ作ってから何年経つのかな、ね、最初はスチールたわしだけを中に入れた状態なんですけど、どなたかこちらね、メッシュ、ステンレスのメッシュを上からかぶせてかっこよくしたのをちょっと見つけたので、自分も、ね、真似してこんな風にして今の形状に至ります。でですね、こちらやってみます。入るのかな。残念。でですね、やっぱりこの幅ですね、幅がやっぱちょっと違うみたいです。となるとこれですね、これでギリです。蓋なしですね。まあ蓋なしでもいいと思うもんで、これだったらいけます。となるとこれが入らない。となるとつい最近作ったこちらですね。ちょっとスタッキングしてみます。あ、これやったらいけますね。となるとこれとこれですね、これとこれですね。この容器が入るか。お、入りますね。となるとこれも入るのかな。これ入るとラッキー。あ、いいですね。でこいつだったら2セット入るのかな。ちょっと浮きますけどね。あ、もう一つこいつ。まあこんな感じね。まあちょっとは目をつぶってください。こんな感じでとりあえず2ボトル入れることは可能でしたね。でですね、これ1ボトルで実は 0.5 合炊飯できるんですよ。となるとご飯を炊いて何かを焼いて食べれる、それともコーヒーが飲めるという可能性もあると思います、ね。でもちろんダイソーの定番のこのヘアピン缶ですね。ヘアピン缶のヘアピン缶ですね。ヘアピン缶のこちらのアルコールストーブも入りました。で燃料は2セットですね。2セット入れることができます。いきたいと思います。でですね、やはりご飯炊くとき風防がいるもんで風防入れます。今日はですね、こちらですね。こちらをスタックしていきます。でライターはまあこれ。入れちゃおうかな。ということで今日はこんなスタッキングセットを準備しました。でですね、今冬ですのでやはり保温しとくときはね、こちらセリアで売ってるバニティポーケース、これね多少はます。よいしょ、これバニティケースに入れて今日は使いたいと思います。じゃあね、これからちょっとお昼ご飯作りたいと思います。Hey Siri、Hey Siri、10分タイマースタート。10分のタイマーを開始します。じゃあね、10分保温します。時間は約5秒残っています。はい、ということで1回開けてみたいと思います。あ、吸盤忘れた。ご飯炊けました。ということですね。ということで、ね、ご飯が無事炊けました。じゃあいただきます。うん、うまい。はい、ということで完食しました。ごちそうさまでした。ということですね、今回発売されたいちご用のメスティンのポケットストーブとこちらのダイソーのヘアピン缶のアルコールストーブとですね、あとこちらのね、だいたい12cc ですね、12cc の入るケースで 0.5 合炊飯できる、雪の中ですね、雪の中でも炊飯できるということが検証されました。もちろんね、こちらの、メスティンに収納できるね、お得は必須だと思います、うん、ということですね。ということで早速ね、新しく出たこちらのポケットストーブを使ってみました。ということでご視聴ありがとうございました。よし、完了。